はい、お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ、昨日に続きまして本日もですね休日そうだ読谷に行こうというビッグタイトルをつけまして18、19日開かれます、数々のイベントの中の沖縄モーターカーニバル in 読谷、その、カーニバル in 読谷の方にですね、出展など、参加していただきますお二方、今日お招きしてお話を伺っております。ブルーリボン沖縄、ピザインでおなじみの具志堅社長、そして、Q スタイルという、エンジンのですねキャブレーターを、オーバーホールをするという、コアなお仕事をされているというね、毎時間 CM 明け紹介の仕方が変わるんですけれどもね、そういうお二方お招きしてお話を伺っております。さあ具志堅社長、はい、先ほどちょっと伺いました、この、新たなそのイベントっていうか、そのモーターカーニバルとはまたちょっと違う、見方ができるんだなっていうものを改めて感じましたけど、今でもモーターカーニバルっていうとみんなが自慢なこうワックスピカピカの車を持ってきたりとか、先ほどちょこっとね、CM 中にも野村さんお話しされてましたけども、エンジンルームをこう開けてもうこう線とかこうなんかボルトがピカピカ光ってるような、そういうものをこう自慢するようなものも、あるよっていう中で、古い本当にこう70のおじいが昔から、50年間ずっと走り続けて乗ってるよっていう車があったり、そういうの持ってきてもらいたいですね。そういうのもやっぱりないとね、見てみたいね、そういうやっぱり乗ってる方もいるから、本当にこう、車高にずっとね置いていてね、こんなもし古い車ぜひ皆さん、そういう方がいらっしゃいましたらお声掛けいただいてですね、持ってきていただいて、参加できなくても当日ね駐車場でそういうのが見れると、そうそう、第二会場じゃないけど駐車場行けばまたそこでも見れるはずですから、ね、見れるっていうね、面白いですね。あ、駐車場がそういうものになるんだ。そうだね、結果的にそのモーターカーニバルとなると車が好きな方が集まるんだから、多分自分自身の車も、そうそう、ある意味いろんな形でマニアック化されてる人たちでしょうね。まあ、いますよ、絶対います、ね、もううちのお客様も、今回は参加できないけど、一日だけ遊びに行きますって言ってみんな何々に乗ってきますとかって言うんですよ、ははぜひ見せてくださいねとか、そういう会話にもなってるんで、そうそうですか、すごい、まあ、今の、まあ、天気予報をちょっとね、見ましたら、いいね、先ほど11時、ね、沖縄気象台発表の天気予報ですけども、週末の土曜日晴れ時々曇りということで、日曜日も同じく晴れ時々曇りということで、降水確率はどちらとも 20%、最低気温が土曜日 15度、そして日曜日が16度、最高気温は日中で、土曜日が21度と日曜日が23度ということになっておりましてね、前日の17日金曜日が 70%、 ちょっとこの辺が気になりますけどね。でも、前日雨降ってもいいよ全然、ね、今朝ほどのですね、降水確率は17日金曜日は 80% だったので、若干前倒しになってきてますね。そういう意味ではもっともっと、ね、そうそうそう、早く降ってもらって、ね、あの路面をきれいにした後で車を、ね、持ってきていただきたいなと思いますけどもね。でも月曜日また曇り一時雨じゃないですか。もう月曜日月曜日雨降ってもいい、ね、グッドタイミングで土日が晴れマークついてますね。願いがね、みんなの、いや、沖縄中の車ファンがね、カーマニアがこう集うイベントになりそうな気がするわけなんですけども、じゃあ、はい、まあ、最後になりますけども、野村さん、はい、このイベントに対する思いとか、またラジオを聞いている皆さん方、そしてネットご覧の皆さん方にもですね、呼びかけの、一言お願いしますよ。そうですね、沖縄には今までなかったようなイベントにぜひなってほしいと思いますので、もう本当私の車はまだ仕上がってないからとかいう遠慮なしに、もう自分が車が大好きっていう、もう思いだけで参加条件クリアって感じなんで、もうぜひぜひもう何年かんでんみたいな遊びに来てほしいですね。はいですね、はい、具志堅社長の方からも、そうですね、やっぱりこうモータースポーツっていう形で毎年こう読谷村での恒例の行事になってもらうと、やっぱり一マニアとしてもまあそれに標準を合わせてね、まあまあ参加もするけど、またそこでピザも売れると、もう僕なんかがちゃっかりね、ちゃっかりとそこまでいけるんで、まあ本当にこの読谷村ってこういう大きい敷地を持っててね、どこの市町村にもこれぐらいの場所持ってるところはないし、これを生かしたね村おこしっていうか、そういうのでねやっていけると、もう僕なんかもぜひも協力もするしね、まあ、毎年毎年続けていってもらえるといいなと、ですね、はい、まあ、車好きの
具志堅社長としては、仕事と、兼ねて趣味と兼ねてこうできるっていうことではある、そうそう、最高のビジネスですね。最高、読谷最高ありがとうございます。ぜひね、本当にこういうイベントによって、また新しいつながりがね、そうですね、できてくるし、はいはい、出会いもできて、うん、それが今具志堅社長からあったようにこう地域づくりになっていくっていうのは間違いないかもしれませんね。やっぱりそのネットワークっていうものは、まあ、人脈っていうものはどこの時代においてもどんな場所においても必要なものだと思いますからね。今回のですね、休日そうだ読谷に行こうというタイトルでこの18、19週末に行われます沖縄モーターカーニバル in 読谷2010初の試みではありますけれども、まだまだね、どういう形になるかは私たちも本当に分かりませんが、手作りのイベントとしてたくさんの方々のボランティアがですね、協力いただいております。ぜひ、私も手伝いたいよとか、あるいはまた本当に気軽に遊びに来ていただいても結構です。出店あり、それからイベントもですね、午後1時から夜9時まで、ライブもですね、地域の方々、沖縄中からですね、いろんな方々が参加されます。この辺のお話はですね、また前日、金曜日の日にですね、この番組でお伝えしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞお楽しみいただきたいと思います。今日のゲストはそのイベントにですね、参加いただきます、ブルーリボン沖縄から、具志堅社長、ピザインのね、アメリカピザ販売しております。車今回もね2台出していただくということで、具志堅社長来ていただきました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。そして、読谷地元の方でですね、ネットで、主に、お仕事をなされているということで、車のキャブレターそのオーバーホールの仕事をなされているということで、ノルマ、野村、社長の代理で来ていただきました。奥様の泉さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、何か最後に一言あります？もうエンディングですけど。エンディングですね、うん、早かったですね、はい、まあ、早い ねちょっとドキドキしてた割には1時間早くてちょっと喋り出したらあと3時間ぐらいいけそうな、よかったですよ喋り出さないでもう先ほどもキャブレーターの話になって打ち合わせの時とかもほぼ10分ぐらいキャブレーターの話で潰れましたからね。はい、すいませんいやいや、もう本当にどうもありがとうございましたそういうねコアなお話ができるのも何よりでございます。はい、ぜひまた次回それぞれでまた1時間取りましょうかね。いや僕はあれいいですじゃあ私が2時間枠もらういやいやでもね、楽しく過ごすことができました。私もねお二方初めてお会いするわけなんですけども、まあ、こういう人とのつながりがまたできるのが楽しみだなと思っております。また当日はたくさんの方々が来られると思います。ぜひね、具志堅社長も声かけたり、ね、野村さん声かけたりねやっていただければと思いますのでよろしくお付き合いください。さあ、これからの読谷村がどん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 発展することを願いまして今日の番組もこれにて終了したいと思います。お二方具志堅社長それから野村さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、お送りしてきましたインターンジャーデマンですよ。本当に昨日今日というねもう超こうマニアックな方々のお話でございましたけれども、でもそういう方々がですね本当に何十名も何百名も集まるんじゃないのかなと思うと、もう歩いてるだけで楽しみだなという感じがします。本当に2日間まるまるですね通わないと本当のモーターカーニバルインヤミタンっていうものは楽しめないんじゃないのかなと思ったりもします。どうぞ、お誘い合わせの上へお越しください。お待ちしております。お送りしてきましたインターンジャー出番ですよ。今日はこの辺で失礼いたします。明日またこの時間にお目にかかりましょう。さよなら。